前です。今日なんですけれども、リクエスト企画をやろうかなと思います。前回ですね、レビューをさせていただいた、こちら。スパイサーというサインハウスというメーカーから出ている折りたたみ式の高圧洗浄機があるんですが、コメントの質問で、これにめちゃめちゃ似ている製品があって、こちら。なんかね、フォトって書いてあるんですけれども、Amazon とかでですね、めちゃめちゃいろんな、サイトでですね、これ売られているんですが、まあ、開けると同じ感じになるんですけど、似てるでしょ製造元一緒なんじゃないかって思うぐらい似ていて、この辺の付け根の口径も一緒なんですよね。で、どっちがいいですかって聞かれたので、まあ、せっかくなのでですね、今日はこれの検証をしていこうかなと。思います。でまずですね、こっちのサインハウスの方は型式もしっかりありますし、まあメーカーもしっかりある感じで、さらにめちゃめちゃ売れていて、ちょっと前まで売り切れになってて、僕も購入して2ヶ月でようやく手元に届いたっていう状態です。反してこのフォトって書いてある方に関してなんですけれども、これはいろんな販売サイトがめちゃめちゃ売り出してて、結構サイトによってなんかメーカーなのかわかんないですけれども、が違ったりとかロゴが違ったりとかしているので、おそらくね OEM と言いまして製造元があります。それをまあメーカーが買い付けて、そのメーカーのロゴを入れて売る OEM、 まあよくやるんですけれども、でいろんなところが売ってるのかなっていうのは想像つくので、まあ実際どこが作ってるのかっていうところがよく僕も調べた感じわからなかったっていうところの多少の不安はあるかなっていうのがこのフォトになります。ちなみにスペックなんですけれども、これね、まあ、こっちのサインハウスに関しては、まあ、今ちょっと表示させますがしっかりあるんですけれども、こっち側がねちょっといまいち記載が見当たらないのと、サイトによって例えば重さが違ったりとか、あとなんだろう、水圧が乗ってなかったりっていう感じになるので、もうこれは実際にぶっ放して試していくしかないんじゃないかなというところで、今日はですねこの折りたたみ式どっち買おうかなって迷っている方向けのですね動画にさせていただきます。はい、ではですねまず重量から測っていきますが、サインハウスに関してはですね、あのスペック値で 800g って書いているので、ちょっとどんなもんか見ていこうと思います。うん、0.8 なので 800g で間違いないですね。続けてこちらのフォトの方です。全く一緒ですね、 0.8 なので重さは同じっていうのが分かります。はい、続けて音の大きさを測っていきます。あ、ちなみになんですが、こちらのサインハウスのスパイサーなんですが、3段階でですねここで切り替えができるようになっているので、ちょっとせっかくなので順番に見ていこうと思います。はい、ほぼ変わらなかったですね。85前後なので、まあ音はそこそこうるさいかなっていう感じはします。はい、続けてこちらのフォトになります。いきます。なるほどね、こっちの方が 2dB ぐらい静かかなっていう感じはします。はい、続けて付属品の確認をしていこうと思います。並べてみました。順番に見ると、あれ一緒、めっちゃ一緒じゃねっていう感じではあるのですが、これも5段階ですね。で角度を変えれるノズルですね、くるくる回して角度を変えれるノズルがついていて、泡洗浄のノズル、マジでねこれどっちがどっちか分かんなくなって、さっきね前の動画調べたんですが、こっちがスパイサーの方でこっちがフォトの方でした。はい、一緒だよね。あ、で、ここね、メモリついてるのがいいんですよね。どれくらいの比率で洗剤と水混ぜるかっていうのが分かっててすごくいいんですけど。まあ、どっちも一緒。ここまでは差がないですよね。で、ここで差がつく。こっちがね、フォトなんですよ。これだけです。はい。うん。まあ、ちょっと固めな感じで、フィルターがついている。で、こっちのスパイサーがいいんですよね。まずね、ペットボトル用のアタッチメントがついている。これね、フォトにはついてないでしょ？で、こっち。ホースのね、材質がね、スパイサーの方が柔らかくて使いやすそうな感じがする。あとね、これ、すごい大事。これ、バケツにこう固定するやつなんですけど、これないとね、結構浮いてきちゃって、途中でお水、出してる時にお水が途切れちゃったりするので、結構イライラするんですが、これついてるのは結構大きいかなっていうところになります。なので、付属品に関しては、スパイサーの方がおすすめなんじゃないかなっていうのは率直に思います。
はい、続けてお水の減る量ですね。水量を測っていこうと思いますが、一個気づいたことがあって、このノズル、ホトとこれ全く同じ、型式まで同じでした。やっぱりね、製造元一緒なんじゃないかなって疑うぐらい似てるんですよね。じゃあですね、早速今日で動かしていこうと思います。いきまーす。結構ゆっくりですね。水の水量はそこまで多くないかなっていう感じ。はい、では清掃能力です。ここに一直線でやってどうなるかというのを試していこうと思います。じゃあ行きます。はい、続けてホトですね。ちょっと濡れちゃってますけど、隣に当てていこうと思います。じゃあ行きます。ちなみに同じ20度です。はい、スパイサーとホト変わんないねやっぱりなんか水圧もほぼ同じかなっていう感じですね。はい、ではこの辺に当てていこうと思います。上がホート、下がスパイサーですね。いきます。おー、なるほど、同じ距離。正直ね、違いは極端にないかなとは思うんですが、やっぱりね、このホース、ここ固定できてるじゃないですか、スパイサー。で、に対してこっち固定できてないので、なんかここでね、やっぱりね、安定感、吸い取りの安定感が変わってくるなっていう感じはしましたね。はい、では、スパイサーで泡を洗浄していこうと思います。まあ、正直ね、こんなもんです。はい。はい、ホト、こんな感じです。はい。どれぐらい泡立つのかを見ていこうと思います。はい、まあ、ぶっちゃけ泡の出はホトの方が若干いいんじゃないかなっていう感じはしますね。まあ正直ね、こんなもんです。はい、まあ洗剤は上からですね。で、このね、見るときのポイントは、洗剤がどれくらいな感じで流れてきたかなんですよね。で、弱いやつはやっぱりね、流れるのが結構遅い。というデメリットがあるんですよね。まあ見ていただいた通りが結果なんですけれども、やっぱり水量、水圧がそこまで高くないので、流し去る能力は弱い。はい、ちょっと準備してる間に乾いちゃいましたけど、これすごく良くないので気をつけてください。洗剤乾く前に流しましょう。ね、洗剤の成分残ってて後になっちゃうので。やっぱりホースを止めるやつがついてないので、そのなんか気がついたらバケツからね、なんだろう、吸い込み口がね、浮き上がってきちゃうんですよね。あ、ただね、なんかこのホットの方が、やっぱ勢いあるかな？水の量もちょっと多い感じしませんかね？なんかよく流れてくなっていう感じは使っててするんですが、どうでしょう。ただ、やっぱり、このホットが浮いてきちゃうので、こう、いきなり弱くなったりっていうのが、あるのはやっぱちょっと微妙ですね。はい、お疲れ様でございました。今ですね、僕も並べて実際に出方とか細かく見てみたんですけれども、正直言うとやっぱりスペックはホトの方が若干ではありますけれども良いのかなっていう感じですね。水圧、水量、あと泡洗浄の部分もこっちの方が良かったかなっていう感じではあるのですが、
誤差ぐらいかなっていう感じです。正直そんなに変わらないかなというところを考えると、付属の充実バケツのクリップと、あとはすごく大事なのがペットボトルを使えるかどうかで考えると、やっぱこっちのスパイサーの方がおすすめかな。あとはやっぱり出元もはっきりしてるじゃないですか、サインハウスが出してるっていうところで、まあたくさん売られてますしっていうところを考えると、なんとなく邪推ではあるんですが、同じところが作ってんじゃねえと、なんとなく今僕使ってて思ったんですけれども、まあただサインハウスの方がおすすめかな、価格が同じならねっていうところなんですが、今ねサイトで見たら価格ほぼ変わらないので、売り切れてなければこっち買った方がいいんじゃないかなっていうのが今回の検証の結果となります。はい、ではですね、この動画参考になったなって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。